世界中のお間違いジャパンを捕獲、パチモンドー。探しに来たのは日本とのつながりが深い台湾。日本人がこの夏行きたい海外ランキング堂々の1位。近いからな。日本人って台湾好きだよね。逆に台湾の人はどうなの？ちなみに日本好きな人、大の親日家。どんなとこがいいの？みんな親切なところが好きです。街並みがとっても綺麗で毎年旅行してるわ。商品の信用度が高い、大好き。でも日本が好きすぎて台湾中でいろいろやっちまってるとの噂。早速パチモン探しに街へゴー。逆に探すの楽しそう。わあ、大きな交差点。日本にもこんなとこあるよね。バスもあんまり変わらないな。なんかバイク多くない？多いよね。1台2台3、4、5、6。左を見てみると、おー、バイクだらけ。なにこれ。しかも陸橋の方からどんどん溢れ出してくる。ねえみんな、ブン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 どうなってんの？すみませんお姉さん、今日はバイク祭りかなんかですか？は？ただの通勤ラッシュだけど。マジ？台湾はおよそ1500万台のバイクが走るバイク王国。免許がある人は1人1台みんな持ってる計算なんだって。すげえな。道路にもバイク専用レーンが。朝からいきなりこんな面白台湾に会うなんて、やっちまってそう。ではここからが本題。世界中のお間違いジャパンを捕獲、パチモンドー in 台湾。まずはじめはスーパー。とりあえずここを探してみよう。森沿いの森林生活百貨店。ここは観光客じゃなく台湾の地元の人がよく来るお店。日本のものはあるかな？ありそう。早速日本語のポップ発見。こっちも日本語。とても売れています。でもちょっと待って、台湾の人が来るお店なのになんで日本語が多いの？ってここにも。しかも見て見て、残念。ちょっとずつ間違えてるパターン。テップですよね、新しいテップ。こっちは春夏秋冬。店員さん、どういう意味ですか？日本語が書いてあると品質がいい感じがするだろ。だから日本製だと思って買っていくんだよ。間違ってても気にしない。どうせみんな日本語わかんないんだから。ちょっとそれは詐欺ってことにも。この調子じゃまだまだやっちまってそうだな。お店の中を捜索していると、あれ、どっかで見たようなネーミング。お菓子の中身は違うけど、全然違う。北海道土産、白い恋人に似すぎでしょ。僕も最初見た時あれって思ったよ。でもこの名前にした方が断然売れる。そりゃわざとつけてるでしょ。一応会社と工場を確認すると、やっぱりメイドイン台湾。これはやっちまってるな。ということで、北海道には全く関係なし、おかしな日本ゲットだぜ。世界中のお間違いジャパンを捕獲、パチモンドー in 台湾。続いては看板。台湾といえば日本語の看板がやけに多い。ほらほら、あるある。やっぱり日本語の名前
前をつけると売れるのかな。なんで大阪、どういうことですかね。え、こっちも日本語、見てるだけでも楽しいな。他にはわっ、あそこ見て、居酒屋いいと思って、ここでタモリさんのファンかな。ってことは絶対あの名台詞は知っているはずだよね。ニーハオニーハオ、ちょっと取材させてもらっていいかな。うん、いいかな。いや、いいや、いいとも。って言わないんかい。さらに街を歩いてると、わお、日本の有名人のお家発見。すごいなこれ。さすが世界の TK。 台湾に巨大な豪邸、でも表札がドーンと主張しすぎだよ。すごいね、警備員さんの常駐みたい。ダメ元で訪ねてみよう、うん、こんにちは。はい、どうしました。小室さんいらっしゃいますか。小室ファミリー。誰だいそれ。小室哲哉は人じゃないよ、このマンションの名前。小室さん知らないの。実在する人の名前なのかい。有名な日本のミュージシャン。この人男性それとも女性。初めて見たよ。知らないのにマンションの名前にするってどうなってるの。だいたい名前は建設会社がつけるからね、詳しいことはそっちに聞いてくれよ。実は日本人の名前をつけると信頼度が2割増しになるからってマンションの店につけることが多いんだって。こちらの別荘地には文豪夏目漱石先生の名前まで。なんでもこの名前をつけたのは台湾建設界の大物らしいよ。へえ、なぜかアポが取れちゃった。こんにちは。こんにちは。こちらが台湾建設界の大物ファンさん。資産はおよそ10億円。どうして夏目漱石ってつけたんですか。完成した建物と夏目漱石の漢字のイメージが合うと思ったんですよ。名前をつける前にはその人についてちゃんと勉強します。千円札の人でしょ。ちゃんと勉強してから名前をつけてるんだ。ではちょっとテスト。ちなみにあれですかね、こんな顔でした。そう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 。間違いない。間違いない、この人から名前を取ったのさ。ああ社長やっちまってますよ。ということで、パチモンゴー、レアな千円札キャラ夏目の秀をゲットだぜ。やっちまった看板はまだまだありそうだなーって、お発見。今度はアニメのパチモン。名前は進撃の巨人で、絵はガンダムって、大胆なパクリ方。すごいな。すげえ、すごいコラボ。これは油断ならない。お次は、お、あれは、これってまさか、眉毛繋がってるよ。眉毛がしっかりあって足が筋肉質だけど、顔は完全にアンパンマン。顔だけがね。受け。この後パチモン関係者と直接対決。やっぱちょっと似てるなと思ってるんですね。どう見たってそっくり。新人お間違いジャパンを捕獲、パチモンゴー in 台湾。お次のパチモンはどこにいるかな。お、あれは、これってまさか、あ、アンパンマン。首がしっかりあって足が筋肉質だけど、顔は完全にアンパンマン。顔だけがね。どうやらお店は食べ物屋さんみたい。一番おすすめのものください。
おすすめね。豚のお肉を焼いて、卵とさっきのお肉を一緒に挟み込んだら完成。シンプル。出てきたのはハンバーガー1個およそ130円。雑だな。ちょっとおいしい。ってことはアンパンマンじゃなくて何マン？ハンバーガーマン。さあここからいよいよパチモン疑惑を追求していくよ。このお店はどういうお店なんですか？洋式な朝ごはん屋です。結構もう古いんですか、お店は？15年目ですね。長年にわたってアンパンマンを使用中。さらに追求だ。ハンバーガーの売りはどんなところですか？食べると元気100倍元気100倍。これアンパンマンの決め台詞ですから。ちなみにそのキャラクターは名前あるんですか？ないのよ。見た目は日本のアンパンマンにそっくりだし、名前をつけるのって難しいわ。え、今認めちゃった。やっぱちょっと似てるなと思ってるんですね。どう見たってそっくりよ。これはやっちまってる。確信よ。ということで8問号、アンパンマンにそっくりすぎる似てパンマンゲットだぜ。世界中のお間違いジャパンを捕獲、パチモン GO in 台湾。続いてはグルメ。沖縄より南にある台湾の夏はとっても暑い。あー喉乾いた。というわけでやってきたのはこちらのお店。なんでも台湾で超人気のお茶があるんだって。早速一番人気を注文してみると。何？お、普通のお茶だけど。もう一つあるものを混ぜます。何かを混ぜる？どうやらそれが人気ナンバーワンの秘密みたい。冷蔵庫から何を取り出したの？何？え？これって日本のあれだよ。ヤクルトです。お茶と？ヤクルト、ありえないでしょ。ヤクルトとジャスミン茶はとっても合うんだ。どんな味？台湾じゃどこでも売ってるよ。そうだ、台湾の大人気ドリンク、ジャスミン茶とヤクルトを混ぜたヤクミン茶、一杯およそ150円。台湾では体にいい飲み物として当たり前の組み合わせで愛されてるんだって。ところでこの薬味茶どんな味なの？美味しそうだな。美味しい、美味しい、美味しい。甘酸っぱい味だよ。消化にもいいし、30年くらい前から習慣になってるよ。ということで皆さん、この薬味茶ぶっちゃけどんな味なのか飲んで感想お願いします。美味しいっちゃ美味しいけど、ヤクルトもお茶も薄まってる感じですよね。そう、全体にね、全体に薄まってて、なんか乳酸菌とカテキンを柔らかく取ってる、うん、体にいいんですけど。それ合ってると思うね、多分。世界中のお間違いジャパンを捕獲、八門GO in 台湾。続いてもグルメ。やっちまった食べ物は他にもまだまだありそう。お、あれは日本語で夏の風物詩を発見。しかもこのお店、台湾メディアの取材が殺到してるみたい。すいません、どんなかき氷を売っているんですか？抹茶にマンゴー、チョコレート、イチゴ、ピーナッツと5種類あるよ。じゃあイチゴで。はい、イチゴ、マイドリー。台湾かき氷は日本でも流行ってるしね、いちごなら外さないでしょ。はい、かき氷。わー
美味しそう。で、何か乗ってるけど。何？これってまさか。牡蠣は牡蠣でも、そっちの牡蠣かい。そういう牡蠣氷？バカじゃないの。牡蠣氷だから牡蠣を乗っけてるんだ。この辺りの名物なんだよ。誰が頼むの？かなりやっちまった牡蠣氷だけど。なんでまた甘い氷に牡蠣を入れちゃったの？牡蠣氷にはミルクをかけるだろう。牡蠣は海のミルクって言われてるからミルクの代わりに入れてみたのさ。いや、そうじゃない、そうじゃない。ダジャレ。で、ちょっと怖い、お味の方は？怖いよ。とってもうまいよ。冷えた牡蠣と甘い氷を一緒に食べられるなんて贅沢さ。実は台湾は牡蠣の産地としても有名。その牡蠣を使ったのがこのお店の牡蠣氷。違う食べ方あるけどな。ちなみに番組スタッフも挑戦。本当に美味しい？ということでパチモンゴー、牡蠣は牡蠣でも生牡蠣の牡蠣氷ゲットだぜ。さて、次は公園にやってきたよ。どんなパチモンがいるのかな。あ、お散歩中のワンちゃん発見。台湾のワンちゃんも可愛いな。あれあれ、なんか背中に変な模様があるんですけど。どういうことこれ。今変わった犬のカットが流行っててSNS に上げるといいねがいっぱいもらえるんだ。そういう感覚でやっちゃうんだ。いいね、目当てでこんなカットにしたの。あ、でもすごい。最近台湾ではワンちゃんを奇抜にカットしてSNS に投稿するのが流行ってるみたい。そんな奇抜なカットの有名店がこちらのサロン。早速お邪魔してみよう。あ、ワンちゃんカットしてるよ。この子はなぜかお尻とお顔が丸すぎる。他にはどんなカットがあるんですか。ちょうどこの犬をカット中よ。でっけ。わー、大きい。これはカットの違いがありそう。何これ、なんかつけてるみたい。もう手足と頭はカット済みなんだって。あとは背中にどんな模様を入れるのかな。着ぐるみみたい。ねえ、飼い主には男らしくしてってオーダーをもらったわ。ざっくりしてんな。結構ふわっとしたオーダー。どうするかはトリマーさん任せなんだね。おとなしいな。でもさあ、チョキチョキ始めて1時間。人間よりかかっちゃう。完成。わーい、一体どんな模様。すげー、ライオンの王とか。すげー、すごい。百獣の王ライオンよ。こういう男、これほど男らしいものはないでしょ。この人すごいね。犬の背中にライオンって、これはもう完全にやっちまってるでしょ。でも日本とは関係ないから、このワンちゃんはパチモンゲット見送り。これまだ流行りそうだな。世界中のお間違いジャパンを捕獲、パチモン GO in 台湾。最後は観光地。タレコミ情報をもとに台湾から車で2時間、やってきたのは9分。人気の秘密はこの風景。ジブリ映画「千と千尋の神隠し」のモデルになった場所だとネットで噂。ジブリは認めてないみたいだけど、確かに街の雰囲気はいい感じ。そっくりだね。これは「千と千尋」に乗っかった商売の匂いがプンプンするよ。なんですって。このあとお店を隅々までパチモン探し。すると出てくる、ジブリなパチモン10万ボルト。世界中のお間違いジャパンを捕獲、パチモン GO in 台湾。
やってきたのはジブリ映画千と千尋の神隠しのモデルになったっていう噂の場所。ジブリは認めてないみたいだけど、確かに街の雰囲気はいい感じ。これは千と千尋に乗っかった商売の匂いがプンプンするよ。なんですって。うん、このお土産屋さんなんかはどうかな。早速中に入ってパチモンがいないか探してみよ う, なんかって呼んでいる、ね、いきなり顔なしのシール発見。しかも本物より変に可愛くアレンジされてる。さっくん変わってるし、ちょっとほんわかしてる。あ、こっちにも顔なし発見。あ、なんか出てる顔。今度はまさかの顔のある顔なし。さらにはトトロまで顔なしに。台湾のメーカーが作ってますよ。お客さんは千と千尋目当てだから喜んでくれるのよ。え、これは湯婆婆の屋敷って書いてある。しかも千と千尋の神隠しの文字を隠してない。さらにキャラクターのお守りが買えます。だってこれはやっちまってる匂いがプンプン。中にはレアなパチモンがいるかも。キャラクターの顔のお守りは一体どこで売ってるんですか。こっちです。はい、これボーちゃんね。あ、ボーちゃん、うん、出た。これユババルモチーフ。これ顔なし。呼んでいる、顔なしと顔が全然違う。デスマスクみたいな。確か普通はこんな感じ。でもお守りの顔はもはや能面。まだ顔なしは若干面影あるかもしれないけど、ユバーバひどすぎ。別物やんもう。そう、じいじでしょ。でもこれすごいよく売れてるんですよ。ああ、もうやっちまい放題。